こんにちは。学科の北山です。ですね、夏期講習に、国語の授業で、四字熟語100問バトルっていうね、のをやりたいと思って、100問の四字熟語をね、どんだけできるか。カゴにも入れてありますんで、まだもらってない人は受け取、カゴからね、合格カゴから受け取ってほしいんですけど、あと、あそこにも貼っときますよ。椅子にも貼っときます。で、その四字熟語を覚えてきてもらって、すぐにはやらないですよ。夏期講習の途中でやります。で、例えば、列ごとに、ちょっとグループを作って、で、点数を競い合ってもらって、で、ここにありますね。石膏風オブジェってありますね。こっちもあります。これ、もともとは芸大生が作ったガシャポンの景品なんですけれども、成績優秀な列にはこういう景品をつけるみたいなね。残念賞で渡すっていうのもありますけどもね。これいいんですよ、これ。石膏風だからおもちゃはおもちゃなんですけど、自宅とか机の横とかに置いとくと、とても気分がいい、面白いオブジェなんで。そういう、四字熟語100問バトルやりますんで、夏期講習も、それだけやるわけじゃないですけど、楽しみにしてください。それから、あと、小論。8月の終わりの、小論も頑張りましょう。それでは、夏期講習頑張りましょハニキャット、ムービー立ち入り、よろしくお願いう。おし願います。します。お願いします。